ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。本日も堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。噛まなかったね。噛まないよ、こんな短いところで。今回収録の模様をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日の質問です。こんにちは。以前の質問で9、刺激がある人をどうやって見つけていますか？ A、とにかく情報収集して面白いことを言ったり書いたりしている人を見つけて会いに行くとありましたが、自分のように一般の人間で堀江さんのように知名度がない人間の場合、どういうプロセスを踏めばそういう人に会ってもらう機会を作ってもらえると思いますか？現状刺激を受けアドバイスをいただきたく、ぜひ お会いしてお話を伺いたい人はたくさんいるのですが、コンタクトの方法に悩んでいます。よろしくお願いいたします、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、今日も昨日に引き続いてゲストは、はい、株式会社 GNEX 三上洋一郎くんです。はい、16歳、高校1年生、高校生社長、彼女なし、ホリエモンチャンネル。まあ、ということで、はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、お願いします。はい、私はこう答えました。うん、自分が何も持ってなくてただアドバイスを受けたいと思って、コンタクトをしても当然受け付けてはくれませんよね。だから、彼らにメリットがある提案をしていかなければいけないでしょうね。まずその人のことを徹底的に調べて、どういうものを求めているのか、それをピンポイントで提供できればウィンウィンの関係が構築できるので、会ってもらえる 確率は上がるでしょうと。はあ、だ僕のところにも Facebook メッセンジャーとか、もうメールとか、うん、もう Twitter とかもいろんなところで、なんか会って話がしたいんですけどお願いしますって、会うわけねえじゃんって思いません？だいたいまずメールが長文で長かったりとか、紙の手紙とかで来ると僕は絶対読まないです。紙読まないんですか？だから紙とかめんどくさいじゃん、開けるの。量来ると開けるの大変だから、もう紙の手紙でなんか誠意が伝わるとか言うじゃん。たくさん来たら誠意も何もないみたいな。その忙しい人にどうやって会って自分のことを印象付けられるかどうかっていうところを考えなきゃいけないわけですよ。だからもうその人のことやっぱ一応ちょっと分析して、その人が喜ぶことをしていかないと、その人に気に入られるわけないし、その人の印象付けなきゃ意味がないわけじゃないですか。で30分でも1時間でもいいとかって言うんだけど、やっぱもうちょっとちゃんとしっかり話を聞いてもらいたいと思うんですよ。うん、やっぱそしたらどこに行けばいいのかとか、何をすればいいのかって分かってくると思うんですよ、おのずと。自分は何もない、だからなんか教えを請いたいっていうのは、それは甘えだよねっていう。僕だって1日24時間しかないんだから、うん、優先順位がある中で誰に会うかってやっぱそれは決めざるを得ないわけじゃないですか。時間に限りがあるから。時間に限りがないんだったらあれだけど、どうですか、そういう人と会ったりとかってことってなあります？まあ、そもそもあの、まあ、知名度的な問題で、うん、まあ、圧倒的にメッセージの量は少ないので、はい、比較的あの会うようにはしてるんですけれども、ほうほうほう、もちろんあの、ああそうだ、会いに行きたいっていう話はね、そうだね、はいはい。まあ、逆にあの僕の方が教えていただく場合も多いので、まあ若いしね、だからそういう時はいいんだけど、だからそうじゃない人に会いに行く時っていうのは、ちゃんと自分が何を彼女に与えられるかっていうのを考えて、でその人にもう最大限合わせる。フットワーク軽くないやつっていうのは絶対ダメですよね。うわ、フットワーク軽い方ですか？そうです、まあ、学校の校則に縛られない範囲で。なるほどな、そこも今あるもんな。もういいじゃん、高校やめちゃえばいいじゃん。言っちゃったそれ。さ、大剣受けてさ、高校やめちゃえばいいじゃん。じゃあ最後に告知をどうぞ。はい、あのブリッジキャンプの方ではあの大人の支援者の方、まあ、社会人の支援者の方を募集しておりますので、ぜひあのご登録ください。うん、あ、学生のなんかチャレンジを応援するみたいな。そうですね、はいはいはい、はい。寺田さんは告知いいですか？はい、カレンダー発売中ですか？カレンダー発売中でございます。カレンダーとポスターも、あ、すいません堀江さん、あ、ポスターこれインパクトありますよね。これしかもこれで900円なんで、皆様ぜひ買ってください。はい、卓上カレンダーも980円、まあ、あと50個しかないんで、もう本当に在庫がかなり少なくなってきてるので、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。はい、ということで、はい、本日もありがとうございました。車の登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル。YouTube チャンネルもよろしくね。